皆さんこんにちは、こすけです。先日 CX8 にアルミテープチューンをして燃費改善効果があるかテストをしてみましたが、今回はね、 NBOX にも同じように効果があるのかアルミテープを使ってテストをしてみたいと思います。今回もね、使うのは前回と同じ導電性アルミテープです。前回使ったものがね、まだかなり余っていますから、まあ、これを使ってね、テストをしていこうと思います。ちょっと細いタイプなんで、貼り方もね、少し工夫してやってみたいと思います。でね、早速テストをしていくわけですが、まず最初にね、アルミテープなしの状態でテストをしたいと思います。前回はステアリングコラムとエンジンルームと、あとは外装、それぞれ分けて燃費の計測をしましたが、今回はね、分けないで全部いっぺんにつけてどうなるかというテストになります。それと今回のテストは前回と同様、1回目のテストからしっかりね、車が温まった状態で検証しています。妻を会社に送るのに1時間ほどね、すでに走った状態なので、アルミテープなしの状態でもね、車の各部はしっかり温まっていて、外気温は18度という環境でのテストとなります。じゃあこれからね、アルミテープなしでの燃費を測定したいと思います。NBOX でね、前回 CX8 でやったコースと同じコースをね、多分 2.2 キロになると思いますが、同じコースを走って平均燃費がどれぐらいになるかというのをね、アルミテープなしの状態で計測してみます。このね、交差点を曲がって横断歩道を越えたところでトリップメーターをリセットして、あとはね、アダプティブクルーズコントロールで60キロまで加速するという感じですね。こんな感じで3回燃費を測定した結果の1回目がこうなりました。 20.9 km/L ですね。短い距離ではありますが、 NBOX 燃費いいですよね。続いて2回目の平均燃費はこんな感じです。 21.5 km/L です。これもね、なかなかいい燃費が出ましたね。続いて3回目のテストの結果がこうなります。 21.3 km/L、 だいたいね、21キロメートル前後ぐらいで推移しているという感じではないでしょうか。3回テストした結果がこんな感じになります。なかなかね、安定していい燃費を出しているというイメージがありますね。この結果と比較する形でね、アルミテープを貼るとどうなるかという検証をこれからやります。それではね、実際にね、アルミテープ貼っていきます。まず最初はもう定番ですよね、ステアリングコラムのこのね、下の部分、ここにまずは貼ります。あんまりね、この目立つところに貼るとうちの妻にね、怒られてしまうので、まあ、こういう目立たないところを中心に今回は、攻めていきたいなと思ってます。今回もね、貼り方はトヨタの純正のアルミテープに習ってというかね、まあ、ちょっとね、似せる感じで貼っていこうと思ってます。まあ、手作業なんでね、全く同じというわけにはいきませんが、なんかこうエッジの部分をね、縁の部分を、たくさん取った方が放電効果が高いみたいなので、まあ、たくさんね、縁の部分ができるように貼っていきます。ちょっとうちの妻にね、何も言わないで今貼ってるんですけど、まあ、実際こう乗り比べてね、乗り心地とか操作感みたいのが変わるかどうか、まあ、それもね、ちょっとこっそりね、聞いてみたいなと思ってます。まあ、なんかね、変わったかいという感じで聞いてみたいと思ってます。で、これでステアリングコラムの下は終了ですね。でね、エンジンルームの中の貼る場所なんですが、これ多分エアクリーナーですよね。まあ、この上に貼るのと、これターボかな、まあ、ここにもね貼りましょう。
熱もねこの辺は持たなそうなんで、今これ 1,2 時間ぐらい車走らせた後なんですが、まあ、この辺は全然熱くないんで問題ないですね。ここもね貼りますか。でエンジンカバーがねこれないんだね。これも下エンジンですからね、本当はこの辺に貼りたいけど、この辺かなり熱くなるんで、まあ、剥がれても嫌ですしね、やめときますか。うん、この辺に空気の通り道をメインに貼ってみたいと思います。こんな感じでいいかな。長すぎたんでこっちに貼りますか。ここに貼ろう。果たしてねこれでどれぐらい効果があるのかね。ここね多分ねこの中空気の通り道になってると思うんですよね。この先っちょの方、このね中に貼りたいね。手が入るか、よいしょ。でこっちはね手入んないね。上から貼るか。エンジンカバーに貼りたかったんですけど、いやーちょっと熱いね、剥がれそう、こんだけ熱いと。なのでやめときましょう。うん、エンジンルームはこれぐらいにします。基本ねやっぱ空気の通り道をメインで貼ったという感じですね。で、エクステリアはねまずはフロントバンパーの角にあります。ここがいいかな。これはねちょっと燃費テストのためだけに貼るという感じですね。あのこんなとこに貼っておくと絶対ね妻にね怒られるこんなとこに貼らないでって言われるんで、これは今回の燃費テストのためだけに貼るという感じにします。よこいせ。なんでね、まあ、多少見た目は悪くても問題ないかなと。で反対側も貼っていきます。この下にも1本貼りたいと思います。ここならねうちの妻にもバレないですよね、貼ってるの。よし、このサイドスポイラーの後ろね、ここもね見えないように貼りたいですね。よいしょ。よいしょ。うん、これなら見えないんで妻にもバレないと思います。リアバンパーの下、こうね真ん中に1個だけ。端はねあんまり効果ないらしいのでここに1個だけ貼ります。このリアバンパーの真ん中の部分というのはホンダじゃないね、トヨタの。特許の内容を見ても効果がありそうなことが書かれていました。ラストなんですが、ラストはねこのリアスポイラーの真ん中、ここバレちゃうよね、バレちゃうんだけど、ここも効果があるみたいなので貼りたいと思います。こんな感じで貼りました。まあ目立たないっちゃ目立たないですけどね。まあ、ただ後ろに荷物積もうとするとわかるかもしれない。こんな感じでね、エンジンルームとステアリングコラム、外装あたりに一通りアルミテープを貼ってみました。実際乗ってみた感想なんですけど、僕はね、明らかに変化があると感じています。乗り心地なんかはね、僕に違いは、大きな違いは感じられなかったんですけど、明らかにエンジンが滑らかになって上質感が増したように感じますし、ハンドルもねすごく滑らかになりました。もちろんねこれはプラシーボ効果の可能性もあるので、まあ、このあたりのね感覚的なことに関しては実際やってみてもらうのが一番良さそうですが、まずはね燃費の変化を見てみましょう。
それではね、早速アルミテープありの状態で燃費テスト1回目を開始したいと思います。測定方法はね、前と一緒ですね。この交差点を曲がって横断歩道に乗ったらトリップメーターをゼロにして、あとはアダプティブクルーズコントロールで60キロまで加速して低速で走るという感じですね。こんな感じで燃費測定を始めましたが、もう一回ね、アルミテープなしの状態の燃費を見てみましょう。こんな感じでした。これと比べてどうなのかというのを3回テストしてみて検証したいと思います。アルミテープありの1回目の結果がこんな感じになっています。 21.1km/L、 これはね、アルミテープなしの状態とそんなにね変わらないくらいですね。続いて2回目なんですが、2回目もね 21.3km/L とそんなにね大きく変わらない結果になりました。最後に3回目なんですが、3回目だけね 22.5km/L とちょっとね飛び抜けていい数字が出ましたね。今回の燃費テスト、アルミテープありとアルミテープなし比べるとこんな結果になりました。この結果をどう見るかというのはね、人によって意見が違うところかもしれません。アルミテープありの3回目の結果がね、ちょっと突出していい結果が出ているので、平均なんかもねそれにこう引っ張られてる感じがあって、この3回目の結果がないとほぼアルミテープなしの平均値ぐらいに収まっているということを考えるとね、なかなかはっきりと効果があったとは言いにくい感じかもしれません。ただね、現実として最低燃費、最高燃費、平均燃費いずれもね、アルミテープありの場合の方が良好な結果が出ているので、まあそれを考えるとね、数字だけを見ると効果はあるんではなかろうかと言えるように思います。ただ燃費テストの手応えとしては、 CX-8 の時の方が、まあ、しっかりね燃費が良くなったと言いやすかった、まあ、全体的にね平均が上がっていたので、まあそう感じやすかったなという感じはしますね。今ねアルミテープありの状態で乗ってますが、いやー結構違うと思うな。あの CX-8 の時よりも僕は NBOX の方が違いを感じます。まああのステアリングコラムとエンジンルーム内と、まあ、あとね外装のバンパーなんかに全部貼ってるからかもしれませんが、かなりね違いがあるように思います。よりよく言えばより上質になったという感じですかね。まあ大げさに言えばね、なんかすごくこう上質な感じになったように感じます。エンジンも滑らかに回るようになってますし、あとね静かになった気がしますね。やっぱりこうザラッとした感じが少しなくなって、滑らかにね回るようになってる気がします。いや結構違うと思うな。乗り心地とかはね僕はあんまり違いは感じないんですけど、やっぱりそのエンジン周り滑らかさみたいなのがねすごく上がっているように思います。いやこうやってねアクセルオフでねスーッと進んでる時もすんごい静かですよ。あのもともと静かですけど、なんだろうね、しっとりした感じがある。まあ道路にもよりますけど、それこそ CX-8 みたいなしっとり感が滑らかな道路の場合は感じますね。いやー気持ちよくなったな。やっぱりアルミテープね、まあプラシーボ効果だったとしても、乗ってる本人がね僕が気持ちよくなってるんならOK ですよね。うん、OK だと思う。あの一回ねぜひねアルミテープやってもらいたいですね。高いものじゃないので、たったね1000円ぐらいしかしないものですから、まあ、それでねもしね効果を感じられるのであれば、プラシーボ効果だったとしても、あの車がね上質になったとか滑らかになったと感じるんであればね、まあ、1000円の出費でそれだけのものが得られるとかなりね、お得というかメリットが大きいですから、ぜひね試してみてもらいたいなと思います。というわけで NBOX にアルミテープ貼ってみました。僕はね燃費改善効果よりも車の乗り心地というかね、乗り味質感が改善されているというのを強く感じました。とにかくねエンジンも静かで滑らかになって、ハンドリングもしっとりした感じになっているので、
一段ね、車が上質になったように思います。結構違うと思うんですよね。もし Nbox をお持ちの方がいればアルミテープ貼ってみて、その結果を教えていただければと思います。1000円でね、というよりも使ったアルミテープは2、300円分ですから、まあそれで誰もが同じように質感の向上を感じるんであれば、やらない手はないように思います。というわけでね、 Nbox のアルミテープの検証はとりあえず第1弾ということで、今回は終わりにしたいと思います。まあ、次はね、ちょっと妻の感想を聞いてみたり、ロングドライブの時の燃費の変化があれば、まあ、そのあたりもね、報告できたらなと思っています。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。